いつもマルゲンの YouTube チャンネルをご視聴していただきありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、こちらの G6 さん、はい、この間の動画ですごいねいい色味じゃないですか。いいですよね。この間動画でやってた、はい、この G6 さんグランドエディションですよね。そうなんですよ。こちらはですね、まあ、G6 さんの中でも一番まあ新しい限定車、うん、G6 さんのグランドエディションとなってる感じですね。はい。あのローンチエディション出てないですか？ああ、失礼しました。ローンチエディションの前1個前。1個前、はい、そうですよね。ところなんですけれども、うん、やっぱゴールド、はい、アクセントですよね、これ、この車。こちらはですね、このマットのブラックと、うん、このマットのゴールド。そうですよね。やっぱ黒とゴールドっていいですよね。濃いですね。確かに、リョジッチャーの、そんなに、あの前回の動画では、そんなに派手すぎない、はいはい、みたいな感じで言ってたと思うんですけど。どうすか？いや、いいと思います。そんなゴールドがなんか派手すぎないですよ、ね、うん。はい。やっぱこれがマットだからかな。ああ、確かに、はい。確かにマットですね。そうですよ、ね。キンキラのゴールドじゃ。うん、ないですね。でこれがマグノなんだった、カラハリゴールド、カラハリゴールド、はい、マグノカラハリゴールド、うん、そうですね、なかなか覚えにくい名前ですね、はい、のゴールドアクセントとなってる感じですね、うん、はい、でしかもこれ正面だけじゃないですよね、はい、そうなんですよ。全体ちょっと見ていきましょう。見ていきましょう。まずこのボンネットのこのエンブレムも、はい、ここもゴールドです、ね、どうですかね、見えますかね、ちょっと反射で。ゴールドです。ちゃんとゴールドになってます、はい、でグリル の, このスターマークとこのフロントバンパーのパーツですね。いやいいですね、はい、でサイドが結構ゴールドいっぱいありますよね。まずアルミホイール、はい、はい、こちら22インチのですねゴールドアルミホイールなんですけど、はい、ゴールドのホイール僕初めて見たんですけど、はい、なんかいいよね。いいっすね。はい、こんな感じです。なんかいいよね。うん、なんかいいよね。リョジッチャー似合ってますね。僕ね、結構あのアクセサリーとかも好きなんで、はい、ゴールドのアクセサリー好きなんで、うん、あれなんですけど、本当にね、黒に合います。本当ですね。黒とゴールド、うん。はい。で、このサイドドアミラーの部分もここにねありますね。これはシールっぽいね。で、このエンブレム類ですね。うん、ここもゴールドです。はい。はい。であとこのサイドのデカールですね、うん、はい、これもシールですね。シールですね、はい、はい、こんな感じです。いや結構ゴールド感がね強いですよね、サイドから見ると。サイドから見るとありますよね、うん、カメラマンが早く来てきて、あ、はいはいはい、はい、はいはいはい、で今度後ろ、はい、このスペアタイヤここがもうゴールドじゃないですか。何笑ってるんですか。いやゴールドだな。ゴールドゴールド、はい、そうです。あ、いいですね。やっぱここは面積大きいんで、うん、結構ゴールド感出ますね。ありますね、はい、であとスターマークとリアバンパー、フロントバンパーと一緒のね、はい、部分ですね。リアバンパーとエンブレム、はい、エンブレムですね。ここぐるっと見ておきましょう。こっちのエンブレムもだね。はい、こっちもです。はい、こんな感じとなってるわけですよ、はい、うん、いや、いいっすね。いいっすね。確かになんかこのマットのこのブラックとも合いますね、うん、やっぱゴールドって。いや本当合いますよね、うん、黒金外れないですね。黒金外れないですね。で本当にね、いい意味で派手派手しくない感じ、わ、うん、かります。そうですね。確かに言ってた意味が僕も初めてまじまじと見たので、うん、はいはい、わかりましたね。本当ね、うん、このレッドのアクセント良くないですか。ああ、このキャリパーね。キャリパー、はい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 、ロクさんならではだなっていう感じの黒ゴールドレッド、はい。で、まあ、あと当然ですね、はい、ナイトパッケ、当然ですね、こういうレンズ類も、スモークブラックの、はい、仕、は、様、い、になってる感じですね。うん、あと、テールもですね、うん、テールも。はい。やっぱ限定車っていうんですね、こういうところ。そうですね。はい。で、まあ、外装の特徴はこんな感じとなっております。はい。では、はい、内装ですね。内装もいろいろ。内装も見ていきたいと思いますからね。こちらはですね、全部で235台の限定車なんですけれども、うん、左ハンドルが95台で、140台が右ハンドルっていう、そういう感じです、うん、右左両方ある限定車ですね、うん、はい、でこちらは左ということですね、はい、で内装こんな感じとなっております。じゃん、はい、内装も、はい、随所にゴールドが入ってますよ。散りばめてますね、はいはい、まずこのねダイヤモンドステッチの、はい、63ならではのこのシート、うん、シートですね。すいません、
糸を移しました、ね、もちろんで、はい、シートに、はい、このゴールドステッチですよ。ゴールドなんですよね、これがゴールドステッチ、はい、外装カラーと合わせてくれましたよ、はい、はい、ゴールドステッチです。で、もうパッと目がいくフロアマットもグランドエディション、そうですね、はい、専用フロアマットですね、はい、こちらは、はい、で、あとこのステアリングなんですけれども、まず AMG のパフォーマンスステアリングに、はい、レザーディナミカ素材のステアリングとなっております。はい、この上と一緒ですね。一緒の素材ですね。素材で、はい、はい、いや、いいでじゃないですか。いいです、はい、触り心地いいですね。いや、いいじゃないですか。ついつい触りたくなっちゃいますよね。はい、次にこの AMG カーボンファイバーインテリアなんですけれども、はい、実はこのカーボン、うん、秘密がありまして、こちらコッパーアクセントが入ってるっていうことで、確かに何やら何やらゴールド感があるじゃないですか。ありますね、このカーボンの中にもゴールド感があるっていう。いや、いいっすね。ねえ、こういうところだとか、こういうところ、うん、カメラマン君ちょっと一回暑いんでいいです。確かに暑いっすね。一回エンジンかけてかけましょう。はい、まあ、エンジン音も聞いていただきたい。そうですね、はい、はい、かけます。はい、はい、ちょっと涼しくなりました。はい、涼しくなっておりますが、はい、これでね、うん、ゆっくり見ていけるじゃないですか、はい、確かに内装を、はい、はい、で、まあこのね、ここにもグランドエディション書いてありますね。これも専用っすよね、これ専用ですよ。かっこいいっすね。かっこいいグランドエディション、うんうん、こういうとこにも随所にゴールドが、ゴールドなんですね。でもあれですね、このゴール、めちゃくちゃゴールドっていうよりもちょっとマットな、やっぱりここもゴールド来てるんで、全然こう、なんかあれじゃない、うん、派手派手しくない派手さみたいな、なんかいかにもかはないですね。いかにもか、あー、いかにもみたいな、はい、本当にやっぱりアクセサリーのなんか一部みたいな感じになってますよね。いや、メルセデスさんよく考えられましたね、はい、本当にこういうことを、うん、やっぱ名前のこのグランドエディションって感じの、いや、難しいな、それは。っぽくないですか、グランドエディションっぽい。それは難しいな。違いますか。それは難しい、はい、非常に今ちょっと共感なるべく仕上げたいなと思ったけどちょっとそれはね。で、あとですね、まあ、こちらは G マヌファクタープログラムプラスが当然ね、装備されてますので、はい、まあ、シート機能そのままですね、うん、充実機能がついてます。ちゃっかり僕はね、シートベンチレーター機能をもうついてるんですけれども、つけてるなと思ってたんで、はい、もうマストでね、はい、これがついてる車はもう僕は使いますので、はい、そういったシート機能ももう全て装備されてる。さすがグランドエディション、グランドエディション、さすがグランドエディション、はい、名前負けしてないですね、はい、価格負けもしてませんね、はい、はい、後ろ来ました。はい、ちょっと何サボってるんですか。いや、サボってないですよ。この前から見るこの後ろの景色、はい、はい、いやー、もちろんダイヤモンドステッチで、はい、ゴールドですね、まあ、はい、何はないね、正直後ろはね、はい、うそうですね、あ、もちろんあのフロアマット後ろもこの専用のロゴが入ってます。さすがさすがさすがのグランドエディションですよ。本当にまだこちらの車は200キロの走行距離なんで、全然使用感もなく、そうです、やっぱ綺麗だとやっぱいいね。特にまあ限定車だとなおさらなんかいいですよね。いや、いいね、本当に。見るだけで楽しめる感じのデザインですよね。あ、カメラマン君、あの、はいはいはい、ステップのところちょっと光ってるんじゃない今。あ、どうですか。この光っては見えないですね。あれ、この角度だと光って見えます。光って見える、ね、ちょっと映してもらえますか。光って見えますか。いや、太陽の光で光って見える光って、いや、でもね、どうですか。あ、もうちょっとどうですか。あ、ほら光ってるじゃない。本当ですね。これちょっと白っぽい感じの、これもゴールドだったらすごいいいんだけどねこれ白です。白か、白縁が光ってる感じですよね。白縁、ちょっともう一回フェードアウトしてもらって、はいはい、フェードアウト。どうですか。あー、ちょうどね、あ、でも、はいはいはい、いや、いい感じだよ。いい感じですか。いい感じ。いや、こんな感じですね。はい、いいですね。いや、どうでしたか。いや、どうでしたか。まずちょっと、暑かったです。ちょっとバテましたいやー、うん、いいね。めちゃくちゃいい時代ですね。いや、本当に、はい、あ、これちゃっかりこの下の部分もゴールドですよね。この、あ、ここですね。ここ、はい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 、
ちゃっかり、ちゃっかり、ちゃっかりゴールドですね、はい。まあ、本当に随所にまずゴールドアクセント、うん、もうこれがこのグランデエディションの特徴かなというところです。で、まあ、装備面なんかももうフル装備、うん、申し分ない1台、はい、さすが徳さんの限定車の感じじゃなかったですか、うん。じゃあ改めてこちらの車の情報を教えてください。こちらが、2024年式の G63 グランドエディション全国限定、限定235台の限定車となっております、うん。うち、今回こちらは左ハンドルということで、うん、95台限定車となっております、はい。で、走行距離がまだ200キロという、うん、かなりの低走行となっております。はい、はい、いやもうこれ今ローンチエディション63購入しようかなという方、こっちでもいいんじゃないかと。いや、いいと思いますよいいですよね、本当に、うん。いや、いい一台だと思います。はい、はい、ではちょっと価格も教えていただけますか。はい、はい。で、こちらなんですけれども、はい、総額でですね3648万円で販売の方させていただきます。はい、はい。今回こちらはですね、もう YouTube のみでの販売案内とさせていただきますので、もし購入希望の方は概要欄からですねお問い合わせの方いただければと思います。お願いします。はい、ということで今日はこちらの G63 グランドエディション、ご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄にある買取査定フォームよりお願いします。 G クラス販売情報は YouTube コミュニティ、 Instagram、Twitter にて随時ご案内しております。 G クラスグッズはオンラインショップにて販売しております。随時商品を更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。